ご飯を救いたい。未来の世界ではご飯とトランクスが人造人間たちと戦っています。しかし見当むなしく、ご飯は人造人間たちに殺されてしまいます。これは悲しい。悲しすぎる。そこでご飯は修行した。とにかく修行した。修行して修行して修行しまくった。そしてついにご飯レベル100。ちなみに魔人ブーのレベルは75です。魔人ブーを軽く倒せる未来のご飯で未来の人造人間たちを倒す。やめなよ17号、ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ、もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。聞いてないだと？孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。人造人間のレベルが40です。そう熱くなるなよ。おそらく一撃です。一撃では倒せない。どうしたけども、あのガキがいないじゃん。全然倒していけるはず。必要はない。落ちろ。そんなやつ、このままお前たちを仕留めてやる。よし、おりゃー。17号倒した。てこられない。まだ力が。がっかりさせて悪いが、俺たちはまだ半分の力しか出してないんだ。もう逃がしはしないよ。こっからが本番です、こうなってしまうともう気力がなくって技は何にも出せません。通常攻撃しかできない。でも通常攻撃でダメージを十分に与えれるご飯だったら倒せるはず。ダメージは1しか入らない。いける。これじゃもう楽しめないよ。いける。もう少しだ。もうやめたら。1残ってる。嘘だろ。必死すぎて笑っちゃうよ。嘘だ。17号もダメージ与えないとダメか。ちくしょう。こっちはダメージ全然入らないから大丈夫。もう少しだ。いける。フラフラのご飯でも倒してやる。1。そんな最後の抵抗を見せてみろよ。そんご飯できるものだね。いけないのか。
どうしても倒せない。もう一気に終わらせちゃおうよ17号。そうだな、もういいだろう。Oh!